ばんは。こんばんは。ありがとうございます。こんばんは。ありがとうございます。久しぶりに見れた。お、まあ私も久々に配信なんだけどね。前髪切ったの、今日前髪切りに行きました。なんか前髪をシースルーにしたいなって思ったんですよ。そう、今日ワンピース買ったやつ、買ったワンピース着てんだけど、ワンピース着て、あ、じゃないわ、シースルーにしたいなと思ったんだけど、私のおでこ的に美容師さんとこう相談した結果無理だったんだよね。そう無理だったの。まあでも仕方ないよね、自分のおでこの問題なので。まだまだ伸ばすよ、前髪の毛は。もっともっと伸ばします。いいね、ありがとう、みずちゃん。だけどとりあえず前髪の範囲をここからにして、ここの横毛を新たに作りの、そう、これね、これが大事なのよ、横毛を作りのって感じ。そう、そんな感じかな。ちょっとね、短めにしたの。まっすぐ伸びるからまあいっかと思って。そうそう、ライドウォッチ集めたりするよ。ちょっと待ってね、どこにやったかな。でもまだこんだけ。これとこれ、ビルドとゴーストです。トマックさんありがとう。なんだっけ、バラ、パーマとかね、ダメなのよ、したら。だから自分でね、ちょっとうねうねにしたりはたまにするんだけどって感じかな。初見です。ラッキーさんありがとうございます。初見の方はフォローもよろしくね。そうそう、この前アクシデントありがとう、今更。カリカリちゃんありがとう、こちらこそ。そう、今日もうでも食べた三角チョコパイ、美味しい、マジで黒が美味しい。三角チョコパイ美味しすぎて、美味しすぎんかー、マジです。こそうそう、めっちゃ美味しいよね。ブログ見てありがとう。そう、ブログありがとうございます。そう、もう一日早く出るかなと思ったけど遅かった。私絶対黒派、三角チョコパイは。あ、びっくりした。ソレニャンさんありがとう、花束。パンプキンありがとう、桃一さん。トークちゃんありがとう、早く食べたいな。マジで食べた方がいい。私毎日ここ最近食べてるもん、三角チョコパイ。昨日はハルルンとご飯に行って、その後食べて、で今日もハルルンとご飯行ったんだけど、ご飯行きすぎかよってね。そう、今日映画見に行ったんだよ、一緒に、ハルルンと一緒に。そうだから、それでちょっと軽くご飯食べてって感じ。チャイミさんハートありがとう。ホフマンさんパーブキンありがとうございます。そうそう、
美味しいよね三角チョコパイ。マジ今日は奥男を見ました。でも私にはちょっと話が難しかった。うん、私ね難しい、あのなんか結構頭使う話はね、なんていうのかな、こう何回か見なきゃねこう理解できなくて、私君の名はもう3回ぐらい見ないと多分理解できないと思うんだよね一回ちょっと理解不能だったの。ともきさんありがとう。パンプキン、そう一回じゃ覚えられなくて、覚えられないっていうか理解ができないの。ゆうさんパンプキンありがとう、あ違う、誰もありがとうございます。なんか時間軸が難しいやつとかなんかこう難しい話になるとちょっと難しいな。超むずい、鬼むずじゃない。そう、あと漫画とか読んでると割と理解しやすいんだけど、本とかね。だからこう恋愛もの見ると少女漫画を原作にしてる映画とかは割と読んでるからこう理解しやすいんですけど、あとは結構難しいよ。あ、アズパヤさん誰もありがとう。そう幼くなったよね、ちょっと前髪が短いから鬼短いんだけど眉毛見えてるしね、こういうの女湯と言います。そう範囲は広げたんだけどね前髪の。いいねありがとう大輔さん。そうそうなんで、あまあでもまあお金はちゃんとこういい感じに使わなきゃ、なんかこうなんかお金のありがたみが分かった話だったと思う。ちょっと難しかったけど、難しい、めっちゃ難しかった私はね。ユースさんパンプキンありがとう。そうでもハルルも難しかったって言った方も難しかったんだと思う、その映画は。おヤッホーリョウさん難しいんだよ多分。イニディさん風呂敷ありがとう。だから難しいんだよね。でも今度あれ見たいなと思った、何だったっけ、あれも見ようってなった。何だったっけ、スマホを落としただけなのにあれは見ようってなった。ハフマンさんありがとう。バラ、あそうそう、さっきまでカラオケ配信してたね、言ってたするって。そう北川景子さんだね。ウェンさんヤッホー。あと何なんかも見たいなと思ったんだよね。あやたらありがとう花束。そうそう、ハートもありがとう。あやたろ、パッツンじゃないんだけどね。いやハルルンのあのショールームは面白い、聞いてて見てて、なんていうのかな、こう無言の時間が少ないというか、だから面白い聞いてて。ラバさんありがとう。パンプキン髪いい感じ、ありがとうリョウさん。そう今日はねちょっとふわふわしてるんです、さっきさせたんだけど、そうふわふわにさせてるわけ。てかめっちゃ伸びたくない、今日はいい食べ物食べたからよかった。三角チョコパイマジ毎日食べても飽きないわ今のところ。そうめっちゃ髪の毛伸びるの早いのよ。いや伸びるの早いわけじゃないんだけどね、めっちゃ女の子なの。そう女子26日ギバンと言ったけどあーちゃんいなかった。そう25日しかまだ出たことないんだよね。明日もまた始まるよねギバンとで。そう
きちゃんの誕生日だったっけ、生誕祭だったっけ、生誕祭だよね、生誕祭にそう出るみたい知らなかったんだ、最近知った、最近ってか昨日。あーちゃんのデジャブ見たいんやー、あーちゃんのデジャブやることあるかな、とりあえず年始の握手会で間に合えばラストドライバーつける、マジ本当楽しみにしてる、私とハルルの女子トーク、女子トークって何なんだろう、難しいな、女子トークって例えばどんなやつ、女子トークって難しくない、なんかなんていうのかな、女子なんていうのかな、ガールズトークでしょ、いわば、あちょ、そうそうそう、わあ、化粧品とか、化粧品よくわかんないんだよね、化粧品か、他は例えば女子トークといえば、女子じゃないから分からん、まあ、それはそうよね洋服、あ洋服ね、洋服は好きよ、ハルルも洋服好きだもんね、お洋服好きだよね、パンケーキの話確かにパンケーキ女子っぽいね、どこのパンケーキが好き、みんなグラム88、新一さんタコズありがとうございます、公演メンバーって前もって言われない、私もあの皆さんと一緒で、あの公式のホームページ見て知った、今回は公式ホームページというか、あの出るねって言われてから知った人に言われて知った、そうそう、新一さんハートありがとうございます、ホイマンさんだるまありがとうございます、ノムさんハートありがとう、そうそうそう、でもねなんやかんやね、あの喫茶店のがね美味しいんだと思うんよね、私は、ともきさんパンプキンありがとう、そう喫茶店の、私はねパンケーキよりもホットケーキ派、美味しくないホットケーキって、コーヒー缶のホットケーキとかめっちゃ美味しいじゃん、あとコメダとか、コメダのはね白ノワールなんだけどね、白ノワールも美味しい、タピオカの話、タピオカ最近飲んでないな、そういえばタピオカ飲んでないよ、タピオカも結構いろんな店あるよね、ゴンチャとか、あの、ね、猫のマークのやつとか、あとなんか結構あるくない、どう違うのかちょっと分かんないけど、めっちゃなんか可愛い形のやつかもしれない、ホットケーキ大好きなんだよね私、広島にタピオカね、あれ府中とか行かないとないもんね、府中かロッテリア行かないと飲めなくない、あとは分かんない、どこでドラマ見てる、ドラマはねあの今途中でやめちゃったんでね、さっき帰ってきて9時過ぎぐらいに、こうあそうだそういえば今日はあれだった、僕ら奇跡でできているだったと思って見始めて、だから途中で止まってるんだ、そうそう、でその後中学生日記でも先週のまだ見てないから、それ見てから見なきゃいけないね、今週の岡山駅でおすすめのお店教えてほしい、岡山駅でおすすめのお店、まあ結構どこでも美味しいかいくん、あ前髪切った、切りました、カットカット、そう有村架純さんの中学生日記今日ですよ、10時から、どこのタピオカが美味しいんだろうな、でもこの前もまたねあれ食べたのよ、あのチーズハットグ食べた、今回はポテトなんとかじゃなくて普通のやつ食べて、めっちゃでもそれも伸びた、めっちゃ美味しかった普通に、おいしみの舞、
そう、私雑い、雑いっていうかね、適当なの。わかんないね、詳しくは。でもめちゃくちゃ美味しかった。マジで美味しいよね。ほうじ茶ラテめっちゃカノン好きよ。なんか一時ほうじ茶ラテのほうじ茶味のアイスにハマってたことがあって、それがなくて、もうわざわざあのバニラアイスにほうじ茶のあの粉のやつあるじゃん、あれを上からかけて食べた時あったもんね。そんな食べたいと思いながら見てたけど、まあ、でも美味しかった普通に。そうそう、風にありがとうパンプキン。ほうじ茶だってね、たまに飲むと美味しいよね。カズリ花束もありがとう。たまきさん、パンプキンありがとうございます。そうとそうそう、ミカドンさん、愛しのあずさちゃんありがとう。そんな愛し、今日はね、でもね、何だったかな、なんか新しいのがね、そうかなんかでね、新しい味のアイスが出て、それをキャラメルだったの、何だったのかな、忘れちゃったんだけど。しんちさんありがとう。だるま、オールミルクティーで飲むのが美味しい。そうなんだ、スタバのほうじ茶ラテもうすぐじゃない、でももう出てんのかな。去年のは飲んだよ、去年のなのかな、わかんないけど、いつのなんか飲んだ飲んだ、ほうじ茶、茶葉みたいな入ってるやつでしょ。本当カズリン、ディジリンじゃないの、キャラベルなんとかかな、わかんない。みそじさまハートありがとう。あ、年中できるんだ、あ、そうなんだ。そう、たまに食べると美味しいよね。なんか毎日は別に求めてないんだけど、いろんな味のアイス食べたいから。そうそうそう、なになに、やっぱ上から、上からの方が映りいいのかな、こう正面より。いや、一時私もね、いつもだったら抹茶クリームフラペチーノとか飲むんだけど、キャラメルフラペチーノとか、そうだけど、一時めちゃくちゃキャラメルマキアートにハマってた時あった。キャラメルマキアートを飲んでる女子がおしゃれだと思ってた。なんかめっちゃキャラメルマキアート飲んでたわ一時。最近あんま飲まないけど、寒いから。ホットはあまり、ホットであんま飲まないんだよね。玉木くんありがとう。バラ、指輪見せて。これ今日1個しかしてないんでね、今さっきまでつけてたんだけどね、どっか行っちゃった。そう、これです。大きめのを最近つけますね、ハートガッツ。いいね、ありがとう、イニディさん。そうそう、そうだと思う、キャラメルマキアと言いたいだけ。そう、ノアちゃん風のやつ、こういうの大好きなの、こういうアクセサリー、なんかちょっとおもちゃみたいなやつとか。みそじさまありがとう。だるま、ウィザードリングはめたら面白かった。そう、言えたわ、自作だわ、ここ寮じゃないわ、アイスありがとう、アリーさん。あれだから、あの岡山じゃないからさ、ここって感じかな。そんな感じかな。そうそう、私と並べ対戦したい、配信の後ちょっとするかも感じかな。アゼプエさんありがとう、ハート。ボクシングは最近行けてないですね。ボクシングはもともと行ってないよ、キックボクシングしか行ってないし、ボクシングはもともと行ってません。前髪良くなってね、私もそう思う、ちょっと短い方がいいのかもしれない。ちょっと
ちょっと見えそうなので、まあでもこれ時期にすぐ伸びるよね。2日も経てばね、終わっちゃうんだけど、この時期は。バーチャルときめきはね、そう持ってる人少ないよ。いいね、ありがとう、ゆうさん。マサチューセッツ大学。マッピーさんありがとう、パンプキン。うん、あの気が向いたらするわ。私ね、ゲームをもともとしなくて、ゲームそんなしないんだよね。だけどするわ、じゃあ七並べ終わったら2、3回。4もろかよ、テントしか楽しみ。それな。何時から？うん、配信終わったら。そうそう、配信中にね、七並べしちゃうと、そっちに集中して喋れなくなっちゃうんだよね。対戦したい。あ、そんなみんな私と対戦したい？したい？忖度してくれるとか言って。バリバリ私勝とうとするじゃん。ね、ほんと。この服はレイカズンかな？レイカズンのやつです。レイカズンのワンピースこれ。めっちゃ安かったよ。お母さんとアウトレット行ったのかな？倉敷のあのアウトレット行って、レイカズンもう半額だったから。かわいい、いいじゃんこれ。長さもね、いい感じだったんだよね。くるぶしないかぐらいだったから最高だった。そんな高くなかったね。そう、いい感じだった。半額なんで。ああ、そうなんだ、レイカーズよく買うんだ。最近なんかね、いったワンピースが楽だなってことに気づいた。ワンピース多いよ最近。楽じゃん。で、上着買ったから、その上着何でも合うんだよね、どのワンピースでも。だからそう、でもロングのワンピースしか着ないからさ、短いワンピースは着ないから。そう、最近ってこの時に水食べない、氷食べなきゃなるから、いけるでしょ。氷食べた方がいいよ、咳込んだら。みんな A 室並べは最初の頃は対戦したよ。今はやってない。今やってないの？まあ私もそんなみんなに言えたもんじゃないんですけど、でも、マジしてる子すごい、してるもんすごいと思う。ゲーム好きなんだなって感じ。でも最近はこういうブラウスとか多いから、冬になるとブラウス多いんだよね。漂色書、そうビンゴ。そう、でも最近はね、アビレックスの T シャツとか好きよ。可愛かった、この前買ったやつ最近着たんだけど、結構買っていって何ヶ月も着てなく、1ヶ月2ヶ月着てなくて、なんか最近着たらめちゃくちゃ可愛くてずっと着てる最近。なんかお気に入りになるとずっと同じの着ちゃうやつ直したいわ。あとさ、それをさ、こう洗って洗うからさ、こうルーティンで同じの上にあるものから着ちゃうからさ、ルーティンになっちゃうんでね。最近は切りっぱなしのコーデュロイの上着ばっか着てる。それはね、チャオパニックかどっかのだった気がする。チャオパかな、チャオパニックのだった気がする。お姉ちゃんも思ったって、お姉ちゃんが使いやすいよって言うから、あ、じゃあそれにするわっつって買った。
ったらめっちゃ使いやすくてずっと着てるね最近。でもアビレックス結構持ってるよ。あのリュックサックも今アビレックスのだしね。なんかあもうこれこの店舗1個しかなくてっつってラストなんですよっつって上とか買っちゃったよね。アビレックスの MA1 とか可愛いもんね。めっちゃ高いけど。何めっちゃしょうもないな、や悩みって。ハートありがとうカズリン。ドゥドゥン。そうなの。11月16の公演岡山メンバー全員揃うの。意外。残り一つに弱い。あともう作ってないんですよとか言うのに、もうこれだからラスト本当のラストなんですよっていうのに本当に。あだからねたまにそのリュック背負ってアビリックスとか行くとね、それ持ってるんですねって言われた。あ本当になかったんだみたいな。ラスイチだったら買うよね。今買うか買わないか迷ってるものあります？あワンピース、この前柄のワンピ買おうかどうか、めっちゃなんか古着っぽいなんかシャツ、柄シャツみたいなやつめっちゃ可愛くてちょっと迷った。あと靴だね。バンズをもう一個買うかどうか迷ってる。あとバンズじゃなくてあのコンバースにしようかなとかも思ってる。コンバースのローカットのにもしようかなとか思っちゃってるとこはあるよね。アズリン16日お本当マジじゃあ当たること願ってるよカズリン。バンズのハイカット履かないね。バンズはローカットに限りますかね個人的には。買ったら買ったらでありがとう。そうめっちゃ好きだから靴好きだからそうどうしようかなって思ってる。トモキさんありがとう。バラ靴めっちゃ好きよ最近ね。帽子より靴にハマってるから靴ばっかり。ズミンさんハートありがとうございます。ズミンさんハートありがとう。こんばんはありがとうございます。スーさん久々だね。同じ靴買う色違いでよく買う。でも同じ柄のは買わないかな基本。そうでもずっと買ってました。コンバースとか色違いでいっぱいあったし家に。そうそうそう最近ちょっと捨てたけどね。ちょっともう汚いかなと思ってもう履きすぎちゃってみたいな。そうそうこんばんは安田さんって感じですかね。そうこれからの時期はスニーカーよりブーツばっかりになっちゃうかな。そうなんだ。ブーツあんま履かないんだよね。靴買いたいな。 ABC マートじゃない？靴買うなら ABC マートかアスビーとかじゃないの？違うの？どこでもあるでしょ靴なら。服屋さんにも売ってるしね。レッスン着？レッスン靴？レッスン靴はね、なんかみんなで揃えたやつ。なんかどこのだったかな、わかんないけど。かな。だけど、前まで使ってたのは、ずっと使ってたのはナイキだった。ナイキかな。あー、マグさんありがとう。皆さん仮装しないね。全然全然仮装とかしないです。仮装は得意じゃないのよ。黒コンバースローにのローカットにグレーの紐、あ、それ絶対可愛いじゃん。でもあの茶色のが欲しいんですよね。茶色のが欲しいからさ、そう。
コンバースの茶色、薄い茶色、ベージュっぽいのかな。ベージュでもないんだけど、茶色なんだけど、可愛かったんだよね。傷メイクもしないね。傷メイクとか難しいから分かんないんだよね。しないかな。てかまだ明日配信するか分かんないもん。どうぞ。紐とかたまに変えるときある。なんか太い紐にしたりするときとかある。ニューバランス足に合わないんだよね。あんまり足に合わなくて赤にね、あげた一個靴、赤のコンバース。ともきさんありがとう。バラシリウスさんこんばんは。そうそうそう、私別にハロウィンはね、大丈夫、人混み嫌いだし。人混み嫌いですとかやばい。そうだから、そう、なんか人がいっぱいいる場所は好きだけど人混み嫌いなんだよね。行くなって話だよね。って感じかな。ハロウィンの時本通り行ったことないからわかんないよ。いや別にハロウィンを楽しむことは別にいいんじゃない。ハロウィン自体そういうお祭りなのかどうか知らないけど、みんなが楽しいならいいんじゃない。私は別に自宅待機でいいわ。ハロウィンパーティーとかはしたい。なんか友達とみたいな。ハロウィンパーティーはしたい。だから家とかでする方が楽しいんじゃない。こう去年一昨年とかハロウィン何してたんだろう私。明日藤原公園でやんで。地味ハロウィンじゃなくない、家でしても楽しいじゃん。藤原がおれば楽しいんだよどこでも。そういうこと。明日サイミさん行くんだ。じゃあ陸上公園仮装するなら何、仮装するなら何だろう、何でもいいかな。興味なさすぎ。仮装するなら何がいい、何がいいかな。仮装するなら、なんかもう本当に私ってわからないようなやつしたい。そうそうかなって感じですかね。なんかなんていうのかな、あれとかいいんじゃない。なんかあれしたいかも。半分マンみたいなやつ。半分から半分なんかで、半分から半分何かみたいな。って感じかな。なんかそういう感じがいいかな。人面魚的な感じ。なんかそんな感じかな。でも別に特に別にしなくてもいい。してもしなくてもどっちでもいいかな。
うん、まあ、できたら楽しいだろうけど、そういう感じですかね。あんまり、あえてハロウィンに羽子板をする、え、しないしない。明日はガッキーのドラマ見るからショールームしません。そういうこと見なきゃ獣になれない私たち。どんどん面白くなるよね。やばい、獣なりやばいよね。超面白いよね。やばい、ほんとやばい、めっちゃ面白いから。だから無理、獣なり見るんで無理だよ。獣なりも面白いし、スーツも面白いし、この僕ら奇跡でできてるも面白いし、あと何が面白かった、あ、昨日ね、今日から俺は見てたの、もう大号泣した、この前のか、きょうちゃんと喧嘩とかってめっちゃ可愛かった。何あれやばい、喧嘩とか怖いかな、わかんないみたいな、めっちゃ可愛かった。橋本環奈ちゃん可愛いみたいな、スコーが増しましたね。今日から俺はやばかった、マジ面白かったし、超いいよね、かっこいいよね、みんないい感じじゃない、なんか男気あふれる、なんか友達まんじって感じするじゃん。ハフマンさんバラありがとう、トモキさんもありがとう。そうそう、だからなんかよかった、なんかすごいなんか地元を思い出した感じがした、なんか地元はみんな仲間だぜみたいな感じのイメージだから、すごいなんか優さんタコありがとう、超面白かった。あ、大恋愛も面白いね。いや、今期のドラマめっちゃ面白い、めっちゃ面白い、最高。いや、おかやんじゃねえわ、おかやんじゃねえから。スカートバリ長かったわ。いや、バリ長くてもちょっとダメだなスケバみたいになっちゃうもんね。そういう、そんないう長さじゃなかったんだけどね、普通の膝ぐらいだったよ。結構ドラマ見るからな、そう、全部見てるよ、毎日ドラマなんか見てるもん。なんだっけ、月曜はだからスーツでしょ、火曜日が僕ら奇跡できていると、あとあれでしょ、なんだっけ、中学生日記でしょ、水曜日は獣なれでしょ、木曜日はあれ、あの米倉涼子さんのも面白いね、あのドクター X じゃないわ、なんか弁護士 V みたいなやつ、なんかあれね、もう見てるでしょ。あと金曜日は大恋愛、土曜日はドロケ、日曜日が下町ロケットと、今日から俺は的な感じですよね。海外ドラマは見ないね。そうそう、朝ドラは見てないですね、今はもうって感じ。結構見てるかな、ドラマ全部録画してる、まあ、その時見るやつもあるけど。タコありがとう、みつおじさま、アイスありがとうございます。年間何作品、テレビ大好きなんだよね。あとバラエティ番組は基本を見るから、テレビ見てる時間が長い。
エブリデイドラマや。リーガル V だ、そうだ、それだ。ゆうさん、花束ありがとう。そう、めっちゃテレビ大好き。で、バラエティもめちゃくちゃ見るから、バラエティの方でも見てるかな。バラエティで、バラエティだと何見てる？月曜日はしゃべくり7と月曜から夜更かしでしょ。火曜日は何見てるかな。録画リスト見ながらやってみよう。火曜日？やべ。音量が、音量が。火曜日は有吉弘行さんの誰得とか。あと、あ、うちのガヤも見てる。うちのガヤ、うちのガヤ面白いよね。見てる、うちのガヤ見てる。あとだから、水曜日が梅沢富美男さんのも見てる。時をかけるも見る。あとは何見てるかな。ガキ使も見るね。あと、木曜日がアメトーク、アウトデラックス、あと、金曜日が。ダウンタウンナウ、脱力タイムズ、ネタパレ、スチューデンツ、まあ STU の基本チェックするんだけど、とか、土曜日はあんま見てないかも。あんま見てないかも。おしゃれイズムとかも見るね。とかかなって感じですかね、今の感じだと。ナイトスクープもたまに見る。でも撮ってない。あ、イッテ Q は撮ってる、録画してる。モニタリングはたまに見る。モニタリングはテレビで見ると移動中に見る。 TVer とかで見ちゃうことが多いかな。焦点は日曜日にいたら見るかなって感じ。でも録画はしてない。って感じですかね。でも結構何でも面白いからな。あと夜会とか、危ない夜会とか。でも有吉さんとかマツコさんが出てるやつは基本見てるかな。そうそうそう、 M ステは見れたら見る感じ。マツコ会議見てる。その後の有吉反省会も見てる。テレビ大好きなんだよね。だからね、朝まで起きてるんだと思う。夜寝ずに、あんまりずっとその溜めたやつを見てって感じが多いかな。大好き、テレビ。テレビがない生活、ノーテレビノーライフよ。無理無理、テレビがない生活はもう無理よ。ラストアイドルもたまに見るかなって感じ。でも基本土日握手会とかあるからあんまり見ないこと多いんだけど。録画の容量は心配じゃない、めちゃくちゃある。あと12時間以上撮れるし、14時間ぐらい撮れる。
見たらすぐ消すしね。仮面ライダーは次の週まで残すけど、ラジオは自分が出たやつとかは聞くけどチェックするためにね。私冷めてるかな？冷めてないでしょ。結構こってりよ。大丈夫。ニキビが出だしたら寝だす、ちゃんと。でもニキビできないんだよね。だから大丈夫。ニキビとヘルペスが出だしたら寝る、ちゃんと。こってり。私結構気にしいだから結構あれよ、根に持つというか結構あの考えちゃうよ。考えてなさそうでしょ、よく言われる。まあ、あんま考えてもないこともないんだけどって感じかな。まあでも周りの子に比べたらそう冷めてるかもしれないね。そうそう。そう。でもメンバーとずっと一緒に長時間いるとね、私ヘルペスできちゃうから、そう気使いすぎちゃって、そう。だからね、あの気をつけないとダメなのよ。そう、繊細だから繊細。別に気使わない。もうあんだけ一緒にいたらね気使わないけど、そうそうそう、人数が多くなれば多くなるほどね気使うんだよね。そう、いや一人の時間ないと無理、やっていけない、無理無理。誰かとずっと一緒にいなくて大丈夫だもん。こう定期的にでいいかな。そうそう。って感じかな。そうそう。そういう時もあるんだよね。人間だもの。あ、私絶対無理だと思う。藤原アズサテラスハウスは多分共同生活が無理苦手苦手。いろんなとこ気になるし、あれ片付けてとか言えないし、絶対無理。一人の時間ないと無理。もはやほっといてほしいって感じ。話したくなったら話しに行くし、そうそう、だからいいんだよね。いや一匹狼タイプってわけでもないけどね、別に一人の方が好きっていうわけではないけど、適度に一人の時間も欲しいタイプそう、仕事で宿泊するときはできれば一人部屋がいいですね。はいはい、そうですね。なんかお風呂とかもさ、好きな時間に入りたいからさ、こうもう一人いると髪の毛とか乾かす音うるさいかなとか思っちゃうじゃん。だからそうそう、
からそういうとこちょっと気にするからな。そう、物音うるさいからそれで起きちゃったりしてごめんねって感じだし。そうそうそう、だいぶ落ち着かない。そう、わかるわかる。それな、仕事納得でしょ。そういうこと。めっちゃ気張る気張る。あ、それな、気張る気張る。気遣いってわけじゃないんだけど。というわけで、55分なのでそろそろ壇上を読みます。13位ともきさん、12位わたるさん、11位ソフトグリーンさん、10位アイリーンさん、9位たまきさん、8位ジョンファンさん、7位マッピーさん、6位あやたろう、5位ノムさん、4位ホフマンさん、3位みつおじさまにゆうさん、1位がしんいちさんでした。ありがとうございます。イエーイ。というわけで、前髪を切って初の、配信でした。今日から再販が始まったみたいなので、できれば皆さん私に会いに来てください。そして試験の方もよければフォローの方もよろしくお願いします。10月11月3日はイオンモール岡山で点灯式、そして11月4日はファジアーノ対、山口 FC みたいなやつで、のやつ の、 あのハーフタイムのスペシャルあのパフォーマンスみたいなのします。なので皆さん会いに来てください。というわけで皆さんお疲れ様、バイバーイ。